吉川英治著。春の狩り。カラッとよく晴れた昼間ほど、手持ち無沙汰にひっそりしている色町であった。この深川では夜などは見たこともないが、かえって昼間はどうかすると、お旅の裏の草っ原で、子を連れて狐が日向に遊んでいたりすることがあるという。通仙楼の若いおかみさんは、なんだい？包み始めてさ。負けずに持って帰るつもりかい？歯切れのいい女だけに笑いながら言っても人を蔑むように美しいのである。清吉は頭をかいて、だってご両人さん、なんもなんでもこの当山を17両だなんて。高すぎるかい？ご冗談でしょ？新とじゃござんせんぜ。これくらいな小当たりはあっちだって滅多にもうある品じゃないんで。内緒部屋の障子の桟には絶えず波の影が揺らいでいた。すぐ裏手が晩にはチョキの客を迎える狭い川だった。どうするのさ。通仙楼の若いおかみさんは清吉には苦手なお客様と見える。せめて20両でといえばうちの人に着せるのだから自分の一存ではそう高く買えないという。じゃあ、とにかく置いて参りますから、旦那様にもお目にかけた上で一つ。そこらへ並び散らしてある他の別行物だの、島だの、珊瑚だの、香料だの、政治だの。市な文人画の商店などを片手に下げられるくらいな包みに、こじんまりとまとめてしまうと。これでいいだろ。金を出して通仙楼のおかみさんは、当山の一巻きを、自分の後ろへ転がした。数えてみると20両あるので、清吉は帰って目を見張ってしまった。まだ20歳をいくつも出ていまいと思われるのに、青い眉と黒豆のような歯並びをしているおかみさんは、ははは、からかってあげたんだよ、と一人でおかしがった。え、ひどいことを。当たり前さん、うちの人に私が見立てて着せようというのに、汚い値切り方をしたの、買い惜しみをしたのと聞いたら、着るにも気色が悪いと言って、夫だって着やしないし、私の息だって届かないじゃないか。これはどうも、手放しなところ。女の欠賃は前払いで言っているはずなんだよ。3両の利き賃かと思えば、ごもっともでといくらでも神妙に聞ける。もちろん清吉だってまだ若いのだし、木の股から生まれたのでもないから、こんな女のすのろけは決していい気持ちなものではないが。それに清吉は3年のうち2年を旅暮らしで送っている身だった。うちは長崎で反物や装身具や品賀などの長崎骨董を持って関西から江戸の得意を回り、あらかた金にすると春の狩りのように、はるばるな故国へ帰って行くのである。ここの世界。清吉の得意先は上方でも江戸でも大概下流階だった。金持ちらしい金持ちとなると近づきがたいし、骨を折って出入りしても買い物となると横柄ぶっている割に、貧乏人より金には細かくて、彼に言わせれば、耳っち、見かけ倒しなボロ客だ。そうである。第一、鑑識の目がない。下駄に巻き絵をしたり、裾模様に珊瑚を入れたりして、豪奢ぶっているのが多いのだ。当山の新刀も小当たりもわからないでは、一旦の島に20金も出すような物好きにはなれない。そういう物好きの多いのは、やはり天下の強者の町のうちでも、この深川に越したところはないように思われる。そんなわけで清吉は、随分諸国の加盟龍安の里を見てきているが、およそこの深川ほど、粋だとか、キャンだとか、不可思議な女魂と、遊びの世界の灯火と、まるで名称の芸術的事業でもあるように、客も女も、茶屋や仙道に至るまでが、競い合って磨いているなどというところは、およそ他国の遊び場所では見られないものだった。だから、ここではいい商いもできたが、来始めの2、3年は、この土地の人間の気立てというものがわからなくて、清吉はあっけに取られてばかりいた。わからないといえば馴染みになっても、未だにわからない問題にたびたびぶつかる。つい昨日も、櫓下の大隅屋へ商いに行って、茶話に聞いていた話なのであるが、そこへよく来るお客で、あだ名を黒さんとも、能の面とも言われているお客がある。金切れも悪いし、ご面相は、あだ名の通りだしするのだ。また、能の面の口だとさ、と聞くと、どこの子も逃げを張って、花によらず、座敷へ出てかない。すると、お高という子が、あちきがいいお客にしてみせよ、と言って好んで出たが、同時に別な家のお蝶という子も、そんなにモテないお客なら、私がモテるお客にしてみせる、と自分から進んで座敷へ買って出た。しごたび二人がぶつかるうちに、当然黒さんを挟んで張りっこになった。お高はお蝶に色があるのを知っていたので、お前の心意気か知らないが、そんなおせっかいに出なさんして、中さんに良いのかえ？痛いところを、黒さんの前ですっぱ抜いた。するとすぐお蝶は恋人を呼びにやって、黒さんの目の前で無理に切れてしまったというのである。清吉にはどう考えても、そんなこの心理がわからないのであった。それをまた噂話に、あの子は嬉しい息だよ。などと称えているこの土地の女や男たちの気持ちもなおさら解せなかった。もっと、彼が首をかしげた話では、木綿の織機という子がある。その織機が始まん前の小鳥屋の前まで来ると人だかりがしていた。覗いてみると、お花屋の子供が小鳥屋の亭主に何かひどく怒鳴られていた。どうしたのさ？べそをかいている子供に聞くと、子供を差し置いて小鳥屋の亭主が、店先の立派やかな鳥かごを示し、これは今、蒔絵の鳥かごを注文してあるが、それができてくれば、去るお大名へ納めることになっている朝鮮あたりのひよどりで、一つ買いで30両もする名調なのに、この子供が今、菓子など食わせたから、怒ったのだと、口から唾を飛ばしていった。すると力を。おや、そうかい？子供だから自分に引き比べて、小鳥もお菓子を食べたいだろうと思ってやったのだろうよ。私も自分の勤めの身に引き比べると、こうしてやりたくなってしまったよ。あれという間に、カゴの口を開けて、ヒヨドリを青空へ逃がしてしまった。何も騒ぐことはないじゃないか。30両払ってやりさえすればいいんだろう。首も回らない借金のある上に、織木はまた借金を増して、それを払ったという話なのである。中国筋大阪島原と諸国の遊び場所を通ってきたが、清吉はこんなバカな女の多い土地はまだ他では知らなかった。彼が今、人商いした通船道の若いおかみさんなどは、前のお蝶や織木などから見れば、まだまだ、癖の少ない方らしく思われた。男合わせ。おや、おかみさん。すいたらしいものをお買いなすったね。これは小当たりじゃござんせんか？清吉が立ちかけると、こう言ってそこの内所を覗き、今、おかみさんの求めた反物をしみじみ見ている。おや、おかみさん。すいたらしいものをお買いなすったね。これは小当たりじゃござんせんか？末吉が立ちかけると、こう言って、そこの内所を覗き、今、おかみさんの求めた反物をしみじみ見ている女があった。辰巳好みを典型的に身に持っている子だった。少しやつれの見えるのも、かえって男には脈がある。23歳というところであろう。痩せ型で抜けるほど白い襟足が観光梅に積もった雪を連想させる。あの人が無事でいたら、私もどんな工面しても、こんなのを一旦仕立てて、今年の合わせに着せてやりたいが。軽いため息してつぶやくと、通仙楼の若いおかみさんは、何さ、周八さんともあろう子が、そんなさもしい愚痴を言って。本当に、私も少し、塔が立ってきたらしい。お座敷かえ？え？珍しく。この子ら、昼間のお客でもなければ、呼ばれもしなくなったと見えてね。また、やけにお飲みでないよ。周八という名を、清吉はそこで記憶した。やがて、おかみさんに励まされたり、軽口を交わしたりして出て行った後ろ姿を、清吉は、唾を飲んでいるように黙って見ていた。芸者衆ですね。あれで、売れないんですか？その後で、こう話を出すと。どうして、この辰巳でも、あんなに売れた子はなかったほどだけれど、ちょっとおかしなことがパッと聞こえたものだからさ。どうしたわけなんで？何がさ、そんなに流行っていた子なのに、急に客が落ちたというのは、余計な詮索を知れないよ。お前さんは、長崎骨董でもひねっていればいいのだろう。相手にもしてくれないのである。若いおかみさんは、さっさと立って、裏の顔を覗きながら、今度はそこで晩の支度をしている抱え船頭と、明るい声で何か冗談を言っていた。黒い教師。品物はあらかたさばけた。いつもならば路銀だけを懐に残し、後の金はしっかり、長崎表為替に組んで、身軽になって江戸を立つ頃であったが、末吉は5月になっても、まだ深川に火を暮らしていた。諸国の女の世界ばかりを得意先に回っているので、よく儲けもするが、今にみな、ミイラ取りがミイラになって何か女でつなずくから、と、仲間の年寄り株からよく言われていたが、清吉は腹の中で、そんな甘いもんじゃねえ、と、笑うものをかえって笑っていた。だが、今度だけは少しその気持ちのぐらつきを自分でも認めないわけにはいかなかった。ブーンと、愛の香りの高い合わせのしつけ糸を抜いたばかりなのを着込んで、今日も一もし頃からわざと一目離れた場所への新石場の金小屋へ出かけて行くと、おや、セドン、八幡横丁でばったり、通仙楼の若いおかみさんに出会ってしまった。いや、どちらへ？清吉が照れて言うと、どちらとはこっちから聞くところだよ。お前さん、先月の初めには、もう長崎へ帰ると言っていたのに、今頃まで、まだ深川にいたのかい？実は少し、賭けの寄らない先様があるもんですから。嘘おい。何でも近頃は、せっせと金子屋へ通って、秀八と会っているということじゃないか。誰がそんなことを言いましたか？言わなくったって、私にはちゃんとわかっている。秀八が刺している翡翠玉は、お前がいつか、私のかんざしか、うちの根付けにどうですと言って、勧めた玉じゃないか。どう？恐れ入ったろ？これは手厳しい。会いたいなら、私のうちだってお茶屋だし、私が合わせてあげるものを。隠れ遊びなんざ良くないね。すいません。どうもつい、お得意先のお宅じゃ。肩のこりがほぐれないかい？そのほぐれないところに旨味があるんだけれど。そのうちに伺います。もう手遅れだね。できちまったものは仕方がないから。たった一言言っておくが、いつかもちょっと言ったように、あの子の体には今、うるさい噂が立っているところだからね。お前さんは、旅のもので何も知るまいが、怪我をしないようにおしよう。黒豆を並べたようなこの若いおかみさんの教師が、清吉にはこの時も何か他国者の自分を笑っているように見えてならなかった。宵参りにでも来たのであろう。片江久保でそう言うとすぐおかみさんの姿は、鳥居内の宵闇の人影に紛れてしまった。冷たい指。約束のものを持ってきたか？ヒレハチの顔を見るとすぐ、清吉は50両の切り餅を3つ、2人の間へ置いた。そしてその手に杯を持った。じゃあ、何も使い道を聞かずに。もとより、初めからの約束だ。お前がそれを色に貢ごうが、どんな借金に使おうが、何も聞こうとは言わないから、安心して取っておくがいい。新石場は深川での深海地だった。金子の2階からは石川島の塩木場の火が広い闇の中にポチと見える。秀八は暗い海へ表を向けて、じっと何か思いに沈んでいた。嬉しそうな顔もしない。一言、ありがとう、とも言わないのである。おまけに初めから使い道は聞いてくれるなという約束だった。150両といえば、そろばんの弾き方を知っている清吉には、莫大な金に違いなかった。彼の一生涯でも、思い切った気前の一つとなるであろうほどな高である。しまってはないが、人が来ると良くないから。杯を出した。杯の糸底で、秀八の冷たい指に、清吉の指が触れた。じゃあ、もらっておきます。熱い帯の間へ、秀八は金をしまった。清吉は自分が惜しい目でもしていないかと恐れて、床の間の海月堂の服を見ていた。息といったようなもの、キャンといったようなもの、この辰巳の女だけが持つ様々な心立てだの肌合いの中に溶け入って、清吉は一生涯に一度の思い出を作るつもりで、そろばんを捨てているのだった。と言っても、ただの遊びでそれをしているほど、彼はまだ孤単な水人ではもちろんなかった。やはり、秀八のずば抜けた器量と、キャンな辰巳肌のうちに、どことなく打ち湿っているやつれの美しさが、通仙楼で見た時から受けた強い魅力であった。あれからわざとこの場末に避けて7、8回会っていた。いつでも何か物暗示な秀八の瞳だった。金のことなら、とあっさり引き受けたのが今夜のこととなったのである。もっとも、その前後に秀八が杯のため息に、いっそ、他国へ行ってしまいたい。2、3度つぶやいた。清吉も心の内で、この女となら、と思わないでもない。長崎へ行かないかといえば、一緒に逃げてきそうな気ぶりもある。けれど、それを条件に金を出すのは、辰巳遊びでいう、野暮というものになろうし、また、せっかくの金が死ぬと考えて黙って、女の心の動きを彼は見ようとしていた。半時ほど静かに飲んでいると、秀八は急に落ち着かない顔して、やっぱり私は今夜のうちに済ましてこよう。清吉さん、このお金の使い道がついたら、私を連れてすぐ江戸を立ってくれますか？自分の胸だけでもう決めていたような口ぶりだった。清吉はむしろ思うツボだった。150両がこの女の身の代になるならば、むしろ安いものだというそろばんが無意識のうちに胸で働いていた。え、俺と？手を握って見つめると、9つ頃、お旅の潮見松の下で落ち合っておくんなさいな。私も旅支度をしていきますから。秀八はそう言うと、じっと清吉の手を握り返して、先に金子の座敷をもらって帰っていった。水上子9つ。といえば、もう夜半。だいぶ間があるなぁ、と、杯を見て清吉は一人思う。支度といっても、もう商いの荷はないし、旅慣れてもいるので、これにキャハンとわらじさえつければ、だが、ふと不安になってきたのは、本当に来るのかしら。秀八の心の底だった。無心した金さえ使い道を聞いてくれるな。聞くならいらないといった女。考えれば危ないものと、どうしても思われてならない。通船楼のおかみさんに笑われたくない気がしきりにしてくる。150両という額も、今更身に過ぎた大金に思えて惜しくもなった。けれど、ほんの通りがかりに、30両もする小鳥屋のひよどりを追悼かごから離して、生涯の借金に背負っても、苦にしないでいる子もある深川かと思うと、こんなことでは、辰巳で遊び客の資格はないのだと、あの通船楼の若いおかみさんのお歯黒が、またどこかで笑っているような気がするのだった。なるべく、ここで時を潰していようと、清吉は調子を変えたが、手酌となるとすぐ酔ってしまった。ごろりと横になった。葉桜がどこかで風になっている。ここの風にはじっとりと塩気があった。若い手足をのびのび投げて吹かせていると、騙されているのが遊び、なかなかに騙すそなたの手のうまさ、悔いななく夜の酒の味。近所の窓から漏れる忍び駒が熱い耳たぶへひんやりと流れ込んでくる。ここらが辰巳の遊びの味というものかしらて。だが、清吉は、例えば大きな博打を張っているように結果が待たれた。黒と出るか白と出るか、その結果のわかる間が値打ちものとは思うが、やはり秀八にこのままうっちゃりを食えば、笑われた挙句丸損だし、約束した通りに行けば、金も生きるし、心意気も立つし、この先、もう一苦労してもいい相手だから、随分安いものにつくが。などと、彼の頭はやはり、そろばんとは縁が断ち切れなかった。まあ、泳っているなら、貝巻きでも持ってきて差し上げましたのに、お風邪をひきやしませんか。金子の女中が上がってきて、彼のそばへ、ようありそうに座った。なに、寝ちゃいないよ。いい気持ちで、あの水上司を聞き惚れていたのさ。今は何時だい？もう、八つ頃でしょうか。よその爪引きなんぞを聞いていると、なんだか里心がついて気がめいっていけねえや。誰かつき混ぜた顔で三人ばかり呼ばないか？縫い直してガラッと笑って帰ろう。でも、今、お迎えに見えていますよ。え？誰が？通船楼のお使いが。身を尽くし。金子の勘定を払って、清吉は使いに来た通船楼の男と、ぶらぶら菓子を歩いていた。とえ、何のご用でしょう？気にかかるので、しきりに聞いてみたが、使いの男は何も知らない様子で、そう、何も伺っておりませんが、ただ、おかみさんは先へ行って、土橋の賠償権の将棋で待っているから、あなたを呼んできてくれとおっしゃっただけなんで。何ですか？いつぞやお求めになった登山を包んで持っておいでになりましたから、あのたもののことじゃございませんか？はてなあ、あれは本当の小当たりで、新都のいかものを売ったわけでもないが。その賠償権っていうのは、汁粉屋かなんかですか？ええ、土足に出ている駅舎ですよ。ええ。あんなキャンな気立てのおかみさんでも、占いなどを見てもらいに行きますかね。使いの男は、土橋の手前まで来ると挨拶して、店へ帰ってしまった。竹の柱に、八家の健魂を描いた布の囲い、暗い川風に動いていた。税畜の前に、駅舎の姿は見えなかった。覗き込んで、ちょっと清吉がぼんやりしていると、こっちだよ。往来から見えるから、裏へ回っておいで。と、川の方に向かっている幕の影で、通船楼のおかみさんの声がした。大きな柳の根を回って裏の方へ行ってみると、若いおかみさんはそこの将棋に腰掛けて、川のロートでも聞いているようにじっとしていた。使いの男が言った通り、逸江の登山らしい丸いものを風呂敷に包んで膝に乗せていた。なんぞ、ご用ですかい？その登山なら、突き戻されるような品でもないし、何か苦情を言われたら、あべこべに言ってやる気で、末吉はこぼしをかがめた。せいさん、お前今夜、秀八に金をやったろ？え？今、あの子は、うちへ来ているんだよ。ええ。おかみさんに、話しに行ったんですか？私じゃないのさ。会っているのは、頼吉衆と、天満楼の同心だよ。老役人に？はてな。それは、どういうわけでございましょう？だから、私が断っておいたじゃないか。あの子の色は、美代の伝兵衛という、大泥棒なのだよ。え？そんな紐があったんですか？白魚の黒いのがあったって、紐のない羽織なんかいるわけはない。お前も損壊。色里を知らない人だね。そして、頼吉や天満役人と、どういうわけでお宅で会っているんですか？その美代の伝兵衛が、ついこの春先、お縄になったのさ。パッと噂になって、あの子が売れなくなったというのは、大泥棒の美代が紐だということが、お知らせで知れたからで。伝兵衛のお仕置きは、獄門と決まったらしいが、どうしてもあの子はそれを助けたいというので、お上の沙汰も金次第だから、その筋へそっと回すお薬の金を工面していたらしい。そこへ、お前さんというカモがかかったから、早速、馴染みの頼吉衆から手を回して、今、私の出てくる前に、離れで、その取引さ。ええ。じゃあ、あの金で、美代の伝兵衛とかいう泥棒の男の命が助かるんですか？まさか、お追放とは行かないけれど、獄門のところ、遠投ぐらいにはなるのはご情報とされている。つまらない目にあったのはお前さんさ。もう金の方は諦め者だが、この上にまだ曰くつきの女にかかっていると、どんな目に遭うかもしれないから、親しいよしみに一言教えておくよ。私のうちでちらっと見かけたのが、お前さんの落ち目のきっかけになったなんて、生涯言われるのは寝覚めが悪いからね。ご親切に、ありがとうございます。こんなことになるなら、早く打ち明けておけばよかったけれど、まさかお前さんが、そんな甘納豆みたいな人とも思わなかったから。こりゃご挨拶でございますね。清吉も、女には甘いに違いございませんが、これでも、色町のことには年季を入れておりますから、まんざら、ドブへ金を捨てるようなヘマはしていないつもりでございます。おや、そうなのかい？私はまた、半年も一年も、旅の空で稼ぎ貯めたお金をと思って、余計な心配をしたわけだが。ええ、この清吉だって、初手からそれくらいなことは、感づいていないわけじゃなかったんで。え？知っていたのかい？あの女の心意気に。ええ、150両、くれてやりました。心意気に。くすぐったそうに、通船楼のおかみさんは笑った。闇の中でも、お歯黒は光った。なるほど。心意気かえ。じゃあ他人から何もおせっかいはいらないこと。お前さんも2、3年辰巳へ商いに来たおかげで、大層深川の水に染みた通人におなりだね。じゃあ、来年またおいで。心意気といえば自分のヘマも隠されるし、先でも褒めてくれるかと思っていたが、案外、それが気に食わなかったように、通船楼の若いおかみさんは、さっさと清吉を置き去りにして、暗い横丁へ急いでしまった。裏で灯す火。ごぼごぼと、関の声がする。うどん屋へ外していた、駅舎の賠償券が戻ってきて、もう税畜を鳴らしているのだ。当然思っていたのに、そのことは何も言わなかったが、若いおかみさんの曲がった横丁へ、清吉も曲がっていった。彼がついてくるとは知らないもののように、通船楼の若いおかみさんは、薄暗い七やぐらにひっついている瞳障子を開けて、そんなところをくぐりそうもない姿をついそこへ隠した。あ、七夜へ。合わせ時に買ったばかりの合わせの反物を。それを買う時に言った歯切れのいい若いおかみさんの言葉が、清吉の耳へ蘇ってきて、何か皮肉なものを感じさせた。これで、あそこのうちの内緒も知れたもんだ。八幡金が横丁を鳴って通った。あ、9つ。清吉は急ぎ出した。通船楼のおかみさんは笑ったが、秀八の金の使い道を聞いてみると、清吉はあの女が、確かに自分の心意気を受け取っているものという感じがした。かえって頼もしい女だという気持ちが強くしてきた。魚の川みたいな鈍い海が見えた。漁師の家から赤い火が漏れていた。お旅の曲がり松は磯原の真ん中にあった。来ているかどうか。清吉は心とは反対に足を緩めて近づいていった。秀八は来ていた。座敷着を変えて黒っぽい着物の裾を折り、髪も崩して手ぬぐいの耳を加えていた。おう、つい意外だったような声を清吉は出してしまった。来ていたのか。だって、約束したはずじゃありませんか。いや、俺の方がつい遅くなったからさ。お前さん、支度は？途中ですらな。何も大した身支度はいりゃしない。それより、おめえはもうそれでいいのか？ちょうど、深川の水に6年住んで、今夜が見納めかと思うと、なんだか名残惜しいけれど。見納めだなんて縁起でもないことを言わぬがいい。またいつだって江戸へ来られるじゃないか。でも、長崎くんなりまで行って、お前さんに捨てられたら、私はそれこそ迷ってしまう。今は何も言うめ。どこか宿へでも落ち着いてから言うが、俺はおめえの心意気が嬉しいんだ。捨てるくらいなら初めから使い道も聞かずに、あんな金を出しはしない。寝静まった漁村を見ながら、波明かりに沿って二人は歩き出した。清吉はもう金の惜しみを考えなかった。ただ、キャンな肌合いの中に、濃い人情と強い恋を持つ深川の匂いが、生めかしく自分を絵の中に包み込んで波の音までが強楽に和しているかと思われた。口ごもりながら、秀八は不意に足を止めた。なんだい？ちょっと、もう一度私、家へ寄って忘れ物を取ってきたいんですけど、ここで待ってくれますか？近いのか？ええ。そんなにはないところだから、ちょっと走っていけば。そうか。じゃあ、行ってきな。すみませんが。なんとなく、それが、うつつな言い捨てようであった。待っていると言ったが、清吉は、秀八の後からつけていった。塩臭い漁師町の路地へ、彼女は、小走りに入っていった。トントントンと、そこの一軒を、忍びやかに叩いて、おばさん、秀八ですよ。もう一度、開けてくださいな。年寄りの声が聞こえ、彼女は慌てて中へ隠れた。むさい、漁師小屋だった。漁用を灯すと見え、臭い火の匂いがして、家の中に黄色い明かりがついた。坊やは？おばさん、坊やの顔を見せて。彼女の体も声も、政治的にわらないていた。と見るうちに、そこのわらむしろの上に敷いてある薄汚い布団の中へ、彼女は震えつくように身を入れた。そして、自分で白い胸をはだけると、寝ている幼子の口へ、強いるように乳房を含ませ、坊や、坊や、私だよ。わかるかい？もう、当分はお別れだから、もう一度帰ってきたんだよ。さ、たんと吸っておくれ。たんと吸ってね。一心に乳を吸う幼児の唇の音と、その顔の上へ顔を重ねて泣いている彼女の涙の音とが、戸の外まで聞こえるように思われた。じっと外に立ちすくんで、雨戸の節穴からそれを覗いていた清吉は、深川の水の底、辰巳女の肌合いの底、今こそ目にまざまざと見せつけられたように固くなっていた。ああ、俺にも。ふと彼は遠い長崎の家にある自分の妻とこう思い出した。油のように海は眠っている。櫓下や八幡や深川の火の空は今を潮時に染めていた。砂を蹴ってただ一人逃げるように浜をすっ飛んでいったその夜の男は、もう翌年からこの土地へ商いにも来なかった。